スカンソリオプテリクスは、アビアラエルイの恐竜の属の一つである。中国、遼寧省で発見された、単一の妖体の標本が記載されていて、イエスズメほどの大きさの動物である。足の構造からは、木の彫り生活に適応していたことが示唆される。また、タイプ標本には、羽毛の痕跡が残されていた。スカンソリオプテリクスは正当に出版された。 最初の名前であるにもかかわらず、多くの研究者はこの属をエピデンドロサウルスのシノニムであり、そのジュニアシノニムとして扱うことが多くある。復元図タイプシュスキャンソリアプタークスハイルマニーのタイプ標本はいくつかの点で、ヒソチョウに似た、孵かしたてのマニラプトル類の化石である。注目すべきことに、他の進歩的なマニラプトル類と異なり、カンコツ骨スが貫通しておらず、チコ骨が前を向く。 原始的状態である。最も独特な特徴は、長い第三子で、第二子のほぼ2倍の長さがある。これは、第二子が最長である、他の獣脚類とは異なる形状である。また、大きな第一子を持つ点でも得意である、エパデンドラソリス・ニンチェンジェンシスのホロタイプである、この属の第二の標本も、また、両体の標本である。 この標本は部分的に関節が外れた状態であり、ほとんどの骨は三次元構造ではなく石板中の印象として保存されている。印象から比較的長いを持っていたことが示唆される。スカンソリオプテリクスの独特の特徴の一つは、細長い第三子であり、これは手の指で最長で、昆虫をほじって食べる、哺乳類であるアイアイの指と類推される可能性がある。 また、幅が広く、丸い顎も注目される。下顎には少なくとも12本の歯があり、後方のものに比べ前方のものが大きい。下顎骨は互いに融合して可能性があり、同様の特徴は他には、オビラプトロサウルス類のみに見られる。尾は長く大体骨の6から7倍の長さがあり、末端には、線状の羽毛が存在体の標本のみしか発見されておらず。 成熟個体での大きさは不明である。タイプ標本は小さく、イエスズメほどの大きさの動物であった。タイプ標本の復元骨格スカンソリオプテリクスはそれ、自体の名を冠したスカンソリオプテリクス科に分類される。恐竜の系統関係の研究からスカンソリオプテリクスは魔鳥類に最も近縁で、アビアライのクレードに属することがわかっている。 スカンソリオプテリクスという名前の状態については論争の的となっていた。タイプ標本は異常に小さな標本であるエパデンドラソリス・ニンチェンジェンシスがオンライン上で記載された数ヶ月後に記載されたためエピデンドロサウルスという名前はスカンソリオプテリクスが出版された後になるまで印刷物が出版されなかった。これら二つの標本はおそらく同じ属でありよく似ていて 国際動物命名規約21条に従えば、スカンソリオプテリクスに優先権がある。スカンソリオプテリクスの記載された論文は発行部数が非常に少なかったものの、およそ2002年9月2日には反布されており、エピデンドロサウルスが記載された論文の印刷物が反布されるより早く買った。しかし、エピデンドロサウルスの名がインターネット上で専門家に幅広く使用されるのに、 十分な期間があった。この状況は、ジェリー・ハリスにより提案されたデジタルオブジェクト識別子を有する電子論文が利用可能になるのは命名を目的とする出版物としての資格が与えられた印刷物が反布された後になるように考慮するべきとするアイクスンの修正案において事例の一つとされた。ハリスはエピデンドロサウルスという名前は最初に現れたものの スカンソリオプテリクスという名前が最初に印刷物として出版され、正当な名前であり、アイクスンはオンライン上での命名を正当なものと認識せず、その結果混乱を生じ、優先権を持っていると言及した。科学文献において、トーマス・ホルツやアラン・フェドゥーシアのように、スカンソリオプテリクス族をエピデンドロサウルスのシニアシノニムとして扱う研究者もいる。一方で、 ケビン・パディアンのように、ジュニア・シノニムとして扱う研究者もいる。チェカス及びユアンは、スカンソリオプテリクスの原始的かつ鳥に似た特徴を備えていることから、恐竜の進化に関して、異端な議論を主張した。原始的なリューバン・ルイー様の地骨と、がっしりした座骨に基づき、スカンソリオプテリクスは明らかにシソ長より、原始的であると研究した。また、 カンコツウスが完全に貫通していない貫通したカンコツウスは恐竜の鍵となる特徴であり、伝統的にこの分類群の定義に使用されている。筆者らは恐竜に一般的なカンコツ通スから進化して二次的に閉じたものである可能性も考慮しつつも、他の原始的な特徴からこれは本当に原始的な特徴であり、スカンソリオプテリクスは最も鳥に似た恐竜の中で、 基地で最も原始的な恐竜ととしして位置づけられるとしたチェカス及びユアンはこれをゲンマニラプトル類と称し、グレゴリー・ポールのベロキラプトルのような大型で、地上性のマニラプトル類は小型で、樹上性の飛行もしくは滑空生活をしたものから進化したという仮説を指示した。しかし、筆者らはこの案をポールよりも発展させ、チェカス及びユアンはまた、多くの系統樹とは逆に、 マニラプトル類は他の住脚類の系統からは分かれており、この分離は住脚類の進化の非常に初期であったと主張した。エピゲンドロサウルスの復元骨格スカンソリオプテリクスのタイプ標本は個人の化石症によって発見され、正確な地質データが記録されていないため由来は不明確である。チェカス及びユアンは最初、 化石の発見地は儀検層の可能性が高いと報告したものの、ワンイヤルの研究では、ミチトラミゾ層の年代であるとされ、つまり、エピデンドロサウルスと同じ断層である可能性を示唆し、そのシノニムである可能性が高い。ドートラミゾ層は、ジュラッキ中低高期のものと推定されているものの、激しい論争がある。詳細は、ミチトラミゾ層を参照。 エピデンドロサウルスのホロタイプは中国東北部のミチトラミゾ化石層で発掘された。今までのところ、この層の年代は不明確である。様々な論文において、ここで発見された化石は、ジュラ紀中期から白秋前期までのどこかのものとされてきた。この類層の年代から、エピデンドロサウルスと他の類似の恐竜との関係、さらには一般的な鳥類の起源が類推される。 ジュラキ中期であるということは、ドートラミゾの鳥に似た恐竜は、ジュラキ後期に生息した最古の鳥である、シソチョ鳥よりも古いことを意味する。スカンソリオプテリクスの由来は、不明確であるが、ワンイアルの研究では、ミチトラミゾ層の年代であるとされ、つまり、エピデンドロサウルスと同じ断層である可能性示唆し、そのシノニムである可能性が高い。対 プーポクにあるサオクアソウで発見された複数の小さな卵の化石が最初、スカンソリオプテリクスに似た小型の恐竜のものと考えられた。しかし、後の研究の結果この卵は実際にはオオトカゲシタメのトカゲのものであることが分かった。木登りする個体の復元図スカンソリオプテリクスの現在のすべての鳥類のひなとことなり、スカンソリオプテリクスの前足が後足よりも 長いことに注目している。そして、筆者らはこの一般的でない特徴は、成長の再移植期においても移動に関して、重要な役割を持っていたことを示していると主張した。活跡には、足の構造がよく保存されており、筆者は第一種が対抗している。つまり現在の鳥の樹状性の鳥類の多くに、見られるように後を向いた状態であったと解釈した。 さらに筆者らは、標本の短く、硬直した尾は、木登りに適応したものだと指摘した。尾は、現在のキツツキのものによく似た支柱として使われた、可能性もある。またエグアナカのトカゲのような、細長い第三子を持つ、現在の木登りをする種の比較からも、スカンソリオプテリクスが木登りをしたとする仮説が、指示される。実際、スカンソリオプテリクスの手は、 ヒナが木登りをする現在の鳥類である爪化系のものより、はるかに木登りに適応している。エピデンドロサウルスもまた細長い手と、得意な足に基づいて、樹状性であると解釈されている。被災者は長い手と曲がった鍵爪は木によじ登り枝の中を移動するの適応していると研究している。筆者らの意見では、 鳥類の翼の進化の初期段階において、全種が木登りのためによく発達した状態になり、この発達が後に飛行を可能とする翼の進化へとつながったとしている。飛ぶことのできる鳥の手は比較的短いため、長く物をつかめる手は飛ぶことより木に登ることに適していると言及している。チャインアルはまたエピデンドロサウルスの足は、 一人恐竜の中では得意であることに注目した。エピデンドロサウルスの標本には、現在の木に止まる鳥類の持つ跡を剥いた跡のような、第一子は保存されていなかったものの、エピデンドロサウルスの足は、カタイオルニスやロンギプテリクスのような原始的な木に、止まる鳥類のものと非常に似た構造をしていた。す全てに物を掴む能力がある適応から、 エピデンドロサウルスが顕著に受状性であった可能性が高い。スカンソリオプテリクスは過細く、ダウン状の羽毛の印象が体の一部の周辺に保存されており、現在の鳥類のダウンに見られるものに似た V 字型のパターンを形成している。最も目立つ羽毛の印象は左の前腕と手に残されたものである。この領域の長い羽毛からチェカス及びユアンは、 スカンソリオプテリクスが羽ばたいて飛んだ可能性は除外しつつも生体のスカンソリオプテリクス下では跳躍や初歩的な滑空の助けとなるのに十分な羽毛が発達していたと推測した他のマニラプトル類同様にスカンソリオプテリクスは半月状の手首の骨を持ち蝶類のように手を折りたたむ動作が可能であったたとえ羽ばたいて飛ぶことができなかったとしてもこの動作は 枝から枝へと跳躍する際に運動性を促進することが可能であっただろう。鱗は、尾の基部近くにのみ保存されていた。そして、エピデンドロサウ、ありがとうございます。